ネタバレがありますので、ご注意ください。お話は、新社会人の冬月さんの日常からスタートします。入社式に向かう途中で出会った氷室くんが、偶然、同じ会社の人でした。そして、小森さんと、さえりまくんと、部長が登場します。会社員の日常がスタートするのですが、皆さん、このアニメ、本当にヤバいです。超ヤバいです。マジで、ヤバいです。1話、放送後、いきなり、トレンド入りしました。私も、見始めて、数分で、心を奪われました。日常系アニメですが、ただの日常ではないです。足が、凍ってる。猫耳？ライブ2。なぜ、関西弁なの？わら？猫のひげ？私は、登場人物が、全員、少しずつおかしいのに、誰も突っ込まないまま、話が進んでいく世界観のアニメが、大好きなので。この作品が、生み出す、空気感は、大好きです。私の、頭の中で、イルカが、泳ぎまくっています。アハレンさんが、好きな人は、このアニメも好きかと思います。ツッコミが得意な方は、ツッコミまくれて、楽しめるかと思います。関西出身ではない人でも、なんでやねん、と、言いたくなると、思います。そして、OL さんは、癒されると、思います。毎週、楽しめそうなので、幸せです。次が、楽しみすぎますー。